マーリン M336 は、マーリンファイアーームズ社にて開発された、レバーアクション式小銃である。1948年に発表されて、以来、使用弾や、重心長の異なる、様々なモデルが開発されているが、使用弾は、30から30インチェスター弾、または、35レミントン弾が、重心長は20インチ、または24インチのモデルが人気だった。現在、 24インチ重心モデルは30から30ウィンチェスター弾仕用のみが販売されている。また現在はレミントンアームズ社が製造を手掛けている。M336 は1893年から1936年まで製造されていた M1893 ライフルの設計に直接改良を加えた製品である。大きな変更点は LL ヘップバーンの特許に基づいた新型のロッキングボルトシステムとニッピース式のファイアリングピンが組み込まれた点であった。1936年、これに加えてストックやハンドガード、照準機の形状などを改良したモデルが M1936 として発表された。なお、M1936 の製品名は間もなくして M36 に改められている。 一連の重機は、液体構成のソリッドトップレシーバーと、側面配剤や口が共通する特徴であった。当時両重として、人気を博していたライバル製品ウィンチェスター M1894 と比べると、M36 は単純活用や重い機構を備えていた。また、重症もストレートグリップを備える M94 とは異なり、フルピストルグリップを備えていた。 1948年 M36 に対しマーリン社に所属するトーマス・アール・ロビンソン・ジュニア技師の特許に基づく改良を加えたモデルが M336 として発表された。M336 はマーリン及びグランフィールドの両ブランドの元販売が行われ、現在ではレミントン・アームズ社からマーリンブランドの製品として販売されている。 フルピストルグリップを設けたウォールナット製の重傷、20インチ重心、およびフルレングスのチューブ型断層を備えるモデルが最も普及しているが、その他にも16.25インチ、18インチ、22インチ、24インチなどの重心、ハーフレングスの断層、ストレートグリップかつバーチ製の重傷など、様々なオプションも存在する。M36 と比較すると、 M336 はレシーバー側面に大きく開かれた灰、鞘口が外見上の特徴である。クロムメッキが施された円形のブリーチボルトは従来型より単純かつ強度に優れていたほか、再設計されたカートリッジキャリア、改良型のチュートンズ、従来の板バネに代わって採用されたコイル型のメイン、およびトリガースプリングなどが構造上の改良点であった。一方、 従来品と同様、レシーバーや主要な稼働部品はいずれも液体構成だった。ソリッド、フラットトップのレシーバーと側面ハイサヤという特徴を備えるため、M336 はライフルスコープの使用に適した銃である。1956年、マーリン社は自社製のマイクログルーブライフリングシステムを M336 やその他のセンターファイアライフルに組み込んだ。 これは、従来のライフリングに代わって比較的安い、ライフリングを多数施すというもので、製造時間の短縮と工作機械の対応年数延長が期待された。マーリン社の説明によれば、マイクログルーブライフリングシステムの採用により、仕上げ後の光景の均一化、工作精度の向上といった効果があり、ガス漏れ防止及び重厚のすすだまり軽減などのメリットがあるという。 設計上、分解清掃は容易である。整備の際には、マイナスドライバーで、レバー支点ネジを外すと、レバーアーム、ボルト、イジェクターが取り外せる。また、他のレバーアクション銃とは異なり、M336 は、一般的なボルトアクション銃と同様、銃微側からの清掃が行える。そのため、クリーニングロッドや、清掃具による銃口の損傷を避けることができる。 1983年の時点で M336 の販売総数は350万兆を超えており、アメリカの歴史上2番目に多く販売された高威力スポーツライフルだった。アメリカ建国200周年記念モデル1965年に発表された M444 は M336 と同様の構造を備え、444マーリン弾を用いるライフルである。 発表当時、民生銃器市場においては、最も強力なレバーアクション銃であった。マズルエネルギーは3000フィート、ポンド以上で、北米における大物資料に用いることを想定して、設計されていた。相談数は、断層4発、薬室に1発の、計5発で、元々は24インチ重心と、ストレートグリップ付き重傷を標準的に備えていた。 M444 の初期モデルのライフリングピッチは1、38だったが、これに対し、444後継弾の弾頭重量は不足していた。また、ほとんどの444後継弾は、拳銃での使用のみを想定して設計されていたため、M444 で射撃すると初速が速すぎて、弾頭が破砕することが多かった。 その後開発された265グレイン弾頭は、両銃としての M444 の利便性を大幅に向上させ、他の重量の弾頭も製造されるようになった。1971年、M444 は22インチ重心とピストルグリップ付き重症を標準的に取り付けた状態で販売されるようになった。また、後期型では、 より重く長い弾頭を用いることを想定し、ライフリングピッチが1、2に改められている。1963年、マーリンは M336T カービンのバリエーションとして、44マグナム弾使用、ストレートグリップ付き重症、20インチ重心、フルレングス弾層を備えるモデルを発表した。しかし、全長の短い。 44マグナム弾を装填することに由来する不具合が相次ぎ1964年に販売が中止された。マーリンでは44マグナム弾を使用するレバーアクションカービンの需要を見込んでいたためこれの後継製品の設計を模索した。1969年44マグナム弾 44スペシャル弾を用いるモデルとして M1894 が発表された。新 M1894 は M336 の構造ではなく、かつて販売されていた同名製品のフラットボルトとショートレシーバーをもとに設計されており、44後継モデルの発表までに多少の改良が加えられている。QM1894 は、 38から40ウィンチェスター弾や44から40ウィンチェスター弾といった拳銃弾長の弾薬を用いるライフルとして設計されていたためこれを元にした新 M1894 は44後継弾を問題なく使用することができた。旧 m 1 8 9 4と同様新 M1894 はストレートグリップ付き重傷を備えていた。 1979年以降、新 M1894 は、38スペシャル弾、357マグナム弾、41マグナム弾、45コルト弾といった後継のバリエーションが設計され、それぞれ M1894C、M1894S、M1894CS という製品名で販売された。1984年、 クロスボルトセーフティが追加された。新 m 1 8 9 4はカウボーイアクションシューティングの愛好家やリボルバーと弾薬を共有できるライフルを求めるユーザーの間で人気を博した。1972年、マーリンは1895年から1917年まで販売されていた M1895 と同名のライフルを発表した。新 m 1 8 9 5は 45から70弾仕様で M444 とよく似ており M336 と同デザインのレシーバー及びレバーアクションシステムが採用されていた新 M1895 のバリエーションとしては近代的な338マーリンエクスプレス弾を用いる 338MX 及び 338MXLR がある450マーリン弾本来の 45から70弾は、黒色火薬を使う弾薬で、QM1895 のような旧式銃で射撃される想定のもと設計されている。その後、近代的な45から70弾使用ライフルの普及に伴い、ナディなどの弾薬メーカーにおいて、444マーリンなどと同等かそれ以上の威力を持つ45から70後継の競争弾が、 販売されるようになった。いくつかの製品は、458ウィンチェスターマグナム弾に近い威力を持ち、増打ちなどの大物資料にも用いることができた。これらの競争弾を本来の45から70弾向きに設計された旧式銃に用いることは非常に危険である。そのため、マーリンでは旧式銃に装填できないようにベルトを設けた。 450マーリン弾という競争弾を発表した。しかし、多くの M1895 ユーザーは、鹿などを撃つときに、従来の45から70弾を使いつつ、危険な獲物を相手にする際にそのまま、45から70競争弾が装填できる利便性を求めており、併用ができない450マーリン弾は、不便な弾薬とみなされた。結局、 2000年に発表された450マーリン弾仕様の 1895M は2009年に製造が終了した。ガイドガンガイドガンとはもともとはアラスカで活動するハンティングガイドらがグリースリーなどの襲撃に備えて傾向した自衛用の領銃を指した。現在では傾向が容易、単重心大口径、3 4丁のチューブ型弾層といった特徴を備えるレバーアクションライフルを指してこの言葉が使われる。市販のライフルをガンスミスの元に持ち込んでガイドガンへの改造を依頼するのが一般的で新 m 1 8 9 5はしばしばこの用途に用いられる。またマーリンはガイドガンのコンセプトを取り入れた新 m 1 8 9 5のバリエーションとして かつて M1895SDT 及び M336STD を販売していた。現在では M1895G、M1895GS、M1895GBL、M1895SBL、M1895 メートルなどがガイドガンモデルとして販売されている。ありがとうございます。